ご視聴ありがとうございます。今回は BenQ のモニターライトスクリーンバーハローを紹介します。最初に結論をお伝えしますと、価格は気になるものの高級感、操作性、機能面とトータルで満足度の高いモニターライトでした。本動画では商品スペック、使って感じた良い点、残念な点、そして最後に全体を通しての総括をお話しします。調べてみた人ならわかると思いますが、モニターライトは価格差の大きな商品でもあります。本動画内では比較的リーズナブルな商品と比べて実際にどうなのかについてもお伝えできればと思っております。ということで、モニターライトをお探しの人はぜひ最後までご覧ください。まず最初に1分ほどで本商品の基本スペックを紹介します。スクリーンバーハローは最高峰のモニターライト、 Amazon で購入すると2万円しない程度となり、モニターライトの中でも最高級の位置づけです。もちろん高いには高いだけの理由があります。スクリーンバーハローには無線リモコンが付属、色温度や明るさを調整できるだけでなく、周辺の暗さを検知し最適な明るさに調整してくれる自動調光モード、好みの色温度、明るさを記録させられるお気に入りモードがあります。またスクリーンバーハローにはバックライトもついています。そのためモニター手前だけを照らすのではなく、モニター裏の間接照明としても機能します。他にも通常のモニターに使えるのはもちろん、局面モニターにも最適化された商品でもあります。付属のパーツを使うことで局面モニターでもライトと一定の距離が取れます。これにより光がモニターに映り込まない設計となっているのです。なお本体の電源は USB Type A から給電、リモコンは電池稼働となっています。本体の長さは横50センチ、重量は約 0.8キロ、購入後1年間の保証がつきます。それでは次より使って感じた良い点を紹介します。ここでは2点紹介します。最初の1つ目はリモコン操作がとても便利な点。私はそれまで他社の別商品を使っていました。そちらはスクリーンバーハローよりも安価なこともあり、リモコンが付属しません。ということでオンオフや明るさ調整のたびに都度モニターライトまで手を伸ばしていました。別商品を使っていた際はこういうものだと気にならなかったのですが、スクリーンバーハローを使い始めるともうリモコンのない操作は億劫で考えられません。私は一度病院で四十肩と診断されたことがあります。なった人ならわかると思いますが、肩を上げるだけでも一苦労なんですよね。それに対して本商品であればリモコンで卓上からオンオフや様々な操作ができるので肩を上げる必要がありません。現在では無事に肩も上がるようになったのですが、だからといってリモコンのない商品にはもう戻れません。それくらい卓上で操作ができるのは使ってみると本当に楽なのです。タッチパネルの感度も良く、デザインもかっこいいです。ワイヤレスリモコンは間違いなく本商品の強みと言えるでしょう。なおスクリーンバーハローは2023年2月以降出荷された商品に関してはリモコンがバージョンアップし操作感が改善されているようです。私は古いバージョンを使ったことがないので比べられませんが、少なくとも新バージョンはこのように快適に操作できます。ということで、もしかしますとそれ以前の商品を使っている人も買い替えを検討してみても良いかもしれません。使って感じた良い点の2点目ですが、それはバックライト機能となります。先ほども簡単に触れた通り、本商品にはモニターライトとは別に反対側を照らすバックライトが設置されています。多くの人は壁を背にしてモニターを設置していると思いますが、その状態でバックライトをオンにすると壁が明るくなり間接照明となります。この間接照明の効果はとても偉大です。そもそもモニターライトは画面の手前を明るくすることで、画面の明るさと手前の明るさを鳴らし目の負担を軽減する効果があります。そのため画面手前が明るくなることはとても良いことなのですが、画面の奥、裏側が暗いままだと視界に入る全体の明るさは鳴らされていない状態です。それが本商品のバックライトがあることでモニター裏の上部が照らされ、視界の明るさが体感として均等になりました。ちなみにお伝えしておくと、モニターライト側とバックライト側で色温度と明るさの個別調整はできません。手前と裏で調整を変え、より自分に適したセッティングにしたかったのですが、それができない仕様になっているのは少し残念に感じました。どんな商品も良い点ばかりとはならないもの。魅力ばかりではなく、欠点を知ってこそそれを許容できるかどうかが購入の決め手になったりすると思います。ということで、実際に使って感じた残念な点を以下より紹介したいと思います。と言っても正直致命的なものはありませんでした。強いてあげるならということで、ここでも2点紹介します。1つ目はもう少し弱い明るさも設定できればよかったと思っています。本商品実際は無段階ですが、メモリー上は16段の明るさ調整ができます。
上の方は十分に明るく満足なのですが、下の方はもう少し明るさを弱くできればなと思いました。私自身、毎日12時間は PC のモニターに向かっています。それもあり、夜の作業ともなれば眼精疲労は強く感じます。モニターとその周辺の明るさを慣らしてアイケアできるのがモニターライトの一つの役割だと思っています。目を酷使しすぎるとモニター自体の明るさを結構下げて使っているのですが、モニターライト側もそれに合わせてもう少し明るさを弱くできたらなと感じました。続いて2点目ですが、これは言ってもしょうがないですが、やはりどうしてもお値段は高く感じてしまいます。安いものを探せば5000円以下のものもあるモニターライト群の中で2万円近いというのは割高に感じてしまいますよね。こればっかりはどこで納得をするかだと思います。個人的にはリモコンの優秀さやバックライト機能、またリーズナブルな商品は見たままプラスチックっぽさがありますが、それに対して本商品は金属製で高級感があること、さらに1年保証があり、BenQという台湾発の世界的な企業が出している安心感なども加味すると、他社商品よりも高い理由は一定納得できるものではあります。実際私は別商品を長く愛用してきましたが、今では本商品をメインモニターに使っています。PC 作業がメインの人はモニターに向き合う時間も長いわけで、そう考えると2万円近くの出費も悪くない投資と言えるでしょう。ここまでの内容を総括します。本商品はモニターライト界の中でも高級かつ最高品質の商品と言えます。お値段もさることながら、ワイヤレスでスタイリッシュなリモコンとその機能でしたり、バックライトからの間接照明効果を考えると、高級感、操作性、機能面とトータルで満足のいく商品となります。16対9の一般的なモニターに乗せても、ウルトラワイドモニターに乗せても、どちらも安定して使える商品。特にウルトラワイドモニターに関しては専用のパーツもある点、安心して選べるポイントとなるでしょう。 PC 作業がメインの場合、モニター環境をいかに良くするかで集中力や目の疲労が変わってくるものです。レンズ越しで見てもらっても、モニターライトのオンオフの差は歴然ですよね。実際の肉眼で長時間作業をしていると、この差はもっと感じてくるものです。ということで、モニターライトに対してしっかり投資してもいいかなと思っている人は、本商品購入を検討されてみてはいかがでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたなら幸いです。また励みになりますので、もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録ぜひお願いします。本日の内容は以上となります。それではまた別の動画でお会いしましょう。